マンボウが明け、編集者と二人で卒業旅行に行きました。行き先は愛媛県。すごい、東堂高虎が建てた今治城。二人無事かな、我々の。海が綺麗です。これからサイクリングの聖地、しまなみ海道に行きます。今治駅でレンタサイクルを借りて約6キロの道のりをいざ出発。何してんの、慣れてんじゃない。猫ちゃんがいました。代わりに自転車乗ってくれ。ようやく出発地点サンライズ糸山に着きました。この上の橋を走ります。まずは橋まで上り坂。待って、まだまだ上行くんだよこれ。ママチャリ、電動自動車じゃ、電動自転車じゃありません。早い。待って、死ぬ。お、待って、入り口じゃん。行くで、あとちょっとやで。早い、着いた。こっちの自動車道の方に行きます。自動車じゃない、自転車。さあ、橋の上、ここに行けるのかな。ここがさっきまでいたサンライズ糸山です。結構来ましたよ。まだでもぐるっとしなきゃいかん。ぐるっと行って橋の上に多分たどり着きます。行けそう。おー、よかったよかった。頑張れ、応援してるから待ってるよここで。綺麗。この上に行くんだよ。この上に行ってきます。ぐるっと回って、そこをぐるっと回ったら橋に連結してるんだよきっと。よし、行くぞ。よし、あとちょっとで橋です。ここで車と合流するとこですね。橋です。橋の上よっしゃー、来たー。よし、来てます、来てます。すごい綺麗だよ。この海が綺麗。真ん中ぐらいまで行きましょうかね。あそこ行けるのかな、あのビーチ。すごい綺麗。あっちの島には民家もあるね。ここが展望台。あ、ティッシュ落としてきやがった。ティッシュを拾います。落としたでしょ、ティッシュ。ティッシュ落としたでしょ。ここに持ってきたよ。あっちが広島県。マジで。はい、あ、どうも。こっちが何県だっけ。姫、あ、違う、姫って。いや、愛媛。愛媛、愛媛って広島。今ここでしょ。まだまだあるよ。もう広島県ある。いい
行けないよ、広島まで。なんてこと。行くの？あの大きい島。この辺そこで帰ってくる。ここで U ターンしてうちはできるっていう地獄。まだまだある。このチャリです私は。よし、手を入れるぞ。うわっ、すごい気だ。揺れてる橋が。揺れてない？めっちゃ揺れてる。ここまで来たらまだ行くらしい。あっちに見えるのが大島。すごい、よく来た。なんとか初心者向けの4キロを渡り切りました。どうでしたか今日の一日は。あら、自転車漕ぎすぎて足が痛いです。足が痛い。疲れ。疲れです。あ、最高ですか。最高ですね。おやすみ。明日も自転車乗るんだよね。そうなるよ。足頑張んないと。おやすみ。おやすみ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。